縄いつぶりですか？沖縄、いや、半年ぶりぐらいですかね、私は。はい、やっぱそれだけ東京では慌ただしく過ごされてるんですか？慌ただしく過ごしてますね、はい。沖縄で仕事ができれば一番いいんですけど。那覇市出身の松本龍一さん、荷物を届けてほしい荷主と届けてくれるドライバーを結びつける配送プラットフォームピックゴーというサービスを手掛ける企業 CB クラウドの代表です。デザインも印象的ですね。そうですね、あの CB クラウドという名前が積乱雲を示していて、あの積乱雲のように大きく急成長していきたいというあの思いで社名がついてるんですけども、あそこにこう飛び立っていくような形で壁紙を作ってますね。松本さんが手掛けるピックゴーサービスの仕組みはこうです。個人事業主のドライバーは大手運送会社の下請け孫請けとして配送を受託し、大型トラックが入り込めない小さな路地などへ小回りの利く軽貨物車で荷物を運びます。しかし仕事の依頼は不定期で突然やってくることもある上、一度断ると次からは声がかからなくなることも。さらに売上からは中間マージンが抜かれ、ドライバーの手元に残る利益はわずかとなってしまいます。そこで荷物を届けてほしい人と届けてくれる人を直接ピックゴーでマッチング。荷主が専用サイトから配送を依頼すると、登録しているドライバーに一斉に通知が届き、ドライバーはこの中から自分が請け負いたい依頼を選ぶことができます。このような配送・宅配に加え、現在ではバイクや自転車によるフードデリバリーなど事業を拡大。東京、大阪を中心に全国5万5000台以上が登録するまでに事業は成長しました。成長著しい企業を牽引する松本さんですが、以前は全く違う業界で働いていました。もともと航空業界にいた人間なんですけども、その物流領域で、お仕事されている義理のお父様に出会ったことが、大きなきっかけになります。航空管制官として羽田空港に勤務していた松本さん、2013年に退職すると他界した義理の父の運送業を継ぎ配送ドライバーを経験。その後CB クラウドを設立しました。創業から9年、一人で始めた会社も今では東京、大阪、名古屋、福岡に拠点を構え、140人以上の社員を抱えるまでに成長しました。またふるさと沖縄にも顧客対応やドライバーをサポートする事業の中核となるオフィスを設けています。育てていただいた環境には恩返ししたいなっていう思いがものすごくありますし、合わせて沖縄の方々の何でしょう、こう成長意欲というか、そういったところにこう貢献できたらなっていうふうに思っているいます。はい、この日松本さんの姿は、起業家たちが投資家などに対し自社の技術やサービスをプレゼンする、いわゆるピッチイベントの会場にありました。数回出させていただきましたけども、僕自身が成長するところに対して、ご協力いただく方々との出会いというのは大きかったかなと思います。こうしたイベントで松本さんも自分たちのビジネススキームをアピールするなどし、投資会社などから資金を調達してきました。創業間もない頃からいち早く松本さんの会社に投資をしてきたのが永野さんです。
まあ、物流の問題っていうのが、まあ、顕在化しつつある中で、なんとかこれ解決できないものかなっていうのも個人的に思っていたという中で、まあ、松本さんに会って、当時まだ社員2人ぐらいだったんですけど、あ、この事業プランだったらそれが解決できるんじゃないかなというふうに思ったのと、あとは松本さんのパッションが素晴らしくて、まあ、こういう方だったら業界変えれるんじゃないかなというので投資させていただきました。自分たちのビジネスを売り込み、投資会社などからこれまでに80億円以上の資金を調達し、事業を成長させてきた松本さん。そんな松本さんのこれからの夢は、日本を代表する何でしょう、物流インフラを持っている企業というところは目指しますし、合わせて世の中にそういった物流の価値だけじゃなくて、人を残せる、その我々の会社から世の中に評価されるような、まあ、人が残るような、まあ、そういった会社を作っていけると、まあ、会社を作った身としてはすごい嬉しいかなというふうに思います。到達点、まあ、全然まだまだですかね。はい、まだまだこう道半ばというような感覚で言います。遠くから見ても一目でわかる大きな積乱雲。物流業界でそうした存在になるために、国内はもとより海外も視野に入れ、松本さんの挑戦はこれからも続きます。